やるとするか。よし、正解。それフィガロ行こうぜ。てててててて。フィガロ行って、ちょっと何かしら、ちょっとなんか、曲を堪能しながら。敵は変わんねえのかな。てってて。盗賊のナイフあれだったな。なんかあの、ブンドル的な、なんか今、ブンドルの効果みたいな。お、おかえりなさいませ。懐かしいのあれだね。ててって、あ、ごめんなさい。さあ行きましょう。戻ってきたぞ。懐かしいな。お、まあ見て回ってくれ。存分に見て回ってくれ。ルルル。砂漠西の方です。まずいぶんなんか先にどんどんなんか遠くに行っちまったな、なんか。なるほど。ああ、そう、なんかあれか。なんか地下のあれか。先に進むんだったらなんか地下のあれだよね。お休みになるだろ。なにこれ封鎖されてんの？悲しいんだけど、道が封鎖されてんの。ここはなんかあれだろ。俺がここに来たのはちょっとあれなんですよね。結構な悔しがる姿見守りでしたよ。そうなの。あれか、あの、あの時か。砂漠にあの、生まれてっか。てー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 。てーてー、ここは変わってないか。てってってって。いい曲だよな。なんか安心感があるね、ここなんか。守られてる感がある、この曲と一緒になっちゃう。てれてれて。あれ、マジどこ行った？砂漠だと山の向こう見るとすげえ話だな。とんでもないあれだ。あれ、いいね。同盟は解除、そりゃそうだ。そりゃそうだ。同盟解除言ったか、もうほんとよく無事だったもんな。あんだけなんかめった打ちにされてない。てってって。いいね。王様から大金なんて。お、いいですね。暗闇状態だ。おお、いいですね。ドリル。てー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 。これはちゃんと買っておかないとな。これが半額みたいなのあれだったっけ。なんかちょっと安くなったよね。あ、てかフェニオ売ってんじゃん。フェニオか。てててて。まあいいか。まあ高いよね。ちょっと若干高いね、やっぱね。あいつどこ行った？寝ればいいんだっけ？寝るのか？はい。これが？おお。これでよかったか。この玉座あれが二人のためのあれか。変わらないのかもしれも。いいじゃないですか。親父も袋もいない。Thank you.
こうだね、10年か。兄こそ国王様が板についてるぜ。てかずっとそこにいたのか、エドガーは。すごい、なんかいい王様なんじゃないの、あのような鼻高々さ。長かったな。10年は長いですね。大見があるな。何歳ぐらいなんだこの二人は。乾杯だ。親父に、お袋に、そしてフィガロに。これが運命のコインというやつですね。いいあれだったな、この二人。いいよな。なんかエドガーはなんか女性好きってなんかあんのかな。そういう伏線みたいななんかあったのかな。あと他なんもなかったっけ。まあ、そのコインの話はまだなんかあれなんだね。ちょっとまだ先があんだよ、それ。てんてんてん。おばあや。大きくなって。まあ、その時のことほど。人間として大切なことを教えられた気がしました。結婚。まあ、いい城だな。なかなか、なんかない気がするけどな。いい城ってか、ここはいい場所ですよ、本当に。なんかいろんな思い出があるのか、もうすでにここには。おい、戻ってきたぞ。てんてんてん。前なんか入れなかったよね、これ。エドゴに合わせろ、草とかにぶち込みやがって。エドゴいるぞ。俺の体臭いのか、風呂とかどうしてんだみたいな。あー、あいつあれじゃないの、なんか。あ、やっぱいるよね、これね。もうちょっと話しかけられない。ここから出してくれる。そうか。何急になんか悟ってるようなやつと何。何急になんか続けてなんか大物ぶってんだ、なんかあいつなんか。もうな、全然あいつこっちの方がいいだ。ちょ、待て。どきなさい、ちょっと。こっち来なさい。こっちおいで。あ、いいよ。全然来ないじゃないか。全然来る気が全くないんだ。わがままを超えてんだよ、これ。これなんかフェイントだよな。さあ、こちゃこちゃ。ああ、少々戻れよ。はい。なんもないの。あれは なかったっけ、なんか。まだあれか、先かさ。お前はなんで俺についてきてんの、言ったんですから、なんか全く。俺がいるとこ全てのあれだろ。まあ、いっか。よかん。あとメンバーあれだろ。ちょっと諸事情による、ちょっとマッシュをちょっと外してしまった。はい、お願いします。行きましょう。この人はノリアン軽いな。てんてんてれれれれ。砂漠の中移動するってなかなかすごい話だな。壮大なあれだ。この白すが要塞だもんね。え、ってことはあれなのか、そのどこでも行けんのか、その砂漠のあれだったら。もうどこでも行けんじゃん。なんという恐ろしいあれだ。ガンガン行こうぜ、ガンガンに。とんでもない勢いで。でてててて。はい。じゃあちょっと気をつけていくか、じゃあ。これ近くいけないの？危ないですよ、危ないから。そうだ、まず砂であってあれだな。大量に埋め尽くされてるからな。ペーペッペー、これなんか移動してる時は何も思わないんだ。すごいな、こいつらもなんかあれだな。そのまま、あれかなんか。移動したのが。てれてん、おうちょで。てれてん、てれてん。いい曲多すぎんだよな。これ一般なんかいけるとこあるよね、これ。ちょ、いろいろ徘徊するか、じゃあ。ペーン。ペペジドールの音出た。ジドール、こわー、おい、まだあったな。おい、メモに入れろ。入れ。犬のやつないぐらいさ、なんだこいつ。はい、せっかくなんでな。ゾウには戻りたくない。殺し屋がいたんだ。ああ、あれか、シャロのことか。定点高いな。シャドウ来ましたね。なんかすごいことになってんだ、この。黒。なかなかこのなんか面、なんていうの、この色合いにちょっとなんか合わない感じなんだよ。てんてんてん。まあ、エロじゃあセカードを飛びさせとくか。どうしようかな。エロにしての靴？シャドウ結構まあ、なんか早い意味じゃっけな。まあいいや、なんでもいいや。スナイパーやったんだっけ？あ、なるほど。100% のあるか、成功するやつか。まあ、これだいぶちょっと強くなったんじゃないの。
手裏剣もいっぱいあるからいいだろ。なんか記憶あるのがモデル落ちた。ペー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 、シャドウせっかくだからな。どうしようかな。またなんか勝手に変わってるのかな。なんていうの、この並びか、並びがなんかなんていうの。こうか。いや、ちょっと違うな。こうだ。これでいいか。この黒でちょっと挟むって感じでいいか。黒でちょっとなんていうの、偉い人挟むみたいな。優しい目をした。なるほど。私はあれ好き。あ、好きなんだ。ティナのことを好きだと。オペラ座に行く。オペラー、ちょっと早くオペラも行きてんだけど。俺の家がボロボロになってされちゃった。それはかわいそうだな。入れない。北の地に一人住んでいる。あれ、この家、あれか。木があって邪魔だったのか。レイジの人間はレイジは言ってないんだ。誰もいないかな。あれ、ここだっけ。このあれなんだよな。こっちをロック連れてこないとあれなんだよな。俺はあいつを守ってやれなかった。まだそういうあれなんだよ、きっとな。誕生日的なあれか。すごいところから眠っている。悲しいな。そしてあいつは誰なんだってんだ。1年後俺はここに戻ってた時、レイチェルは帝国の攻撃によってこの世からいなくなっていた。それはちょっとあれだな。切ないな。レイチェルのそば離れるべきじゃなかった。一生後悔残るだろうな。誰も何も言わないっていうのが、そこがなんかあれだよね。気を利かせてんのか、なんか何もなくなっちまった。あの男は誰だったのか。お前がいたら辛くなるみたいな。それすごい、なんかやたらなんつうの、あの大人っぽいことを言うみたいな。カトン水トンだと一般人が炎系のためになんだと。いやでもちょっとあれだな、高いな。それちょっと高いですね。あ、アイアンちょっと買うべきか。あの、そこまでなんかあれだな。曲がるって感じでもないか、いっか、とりあえず。こっちは。なんか金がいっぱい手に入るとはいつもなんかあれだな。全然なんか そこまでなんかあれだね。なんか割となんか物価も高いイメージあるな。いや、レイチェルね、行ったからすげえあれだな、なんか。行ってどうさせるつもりだったみたい。変なじいさんが毎日うさんくさい薬いじり回している。地下の幽霊がいるとか。おぉ。どうだ、ここか。あれどっから行くんだ、あ、裏から入れんじゃん。でってって、このなんか、グリーン、この横にグリーンビル。すごい変な曲があるじゃん。でってって、あの曲が流れるときはすげえなんか変なやつが、もう、とてつもなく変なやつがいるって言われたもんな。でてんてん。曲はすごい平和なんだけどな。なんか悲しいな、なんか、そうなんか。ロックの悲しい過去がここになんか集約されている。てれてんてんてん。お。久しぶりだ。宝物は大事にとってはありますよ。ああ。例の薬で永遠に年を取らずにこの姿のまま。なんかやったのかな、このじいさんに対して。その後のあれか。泣
柄はそのままの姿で永遠に保存されますよ。幻の秘宝。なるほど、そのためにあれか、トレジャーハンターなのか。なったっつうか、まああれだな、宝探しをなんか続けてんだな。お、セリス。ロック。どういう気持ちなんだろうな。てってって、お、どうした。はあ、どうすんのかね、ほんとな。5体目終わりかな。こいつもなかなかあれだね、なんか。相当、なんかもう危ねえやつだよ、なんか。大丈夫かって感じ好きよ、なんか。よくこんななんかあれだな。まあ、そう、まあ、相当、まあ、切羽詰まったんだろうね、やっぱな。あんなやつになんつうの、なんか。預けるって相当あれだと思うけどな。これなんか見たのか。あの、なんか変な山賊、なんかあいつ、なんかあの、6個諭してぞいたな。なんかあの、すごい物分かりが良すぎる、なんか。お前がいるとなんか不幸になるみたいな。新しい人生はなんかすごいなんかあるだよな。あんなこと言えるやつなかなかいねえじゃんってんだよ。適当にちょっと徘徊するわじゃ。テリテンテリテン。上のそのなんかあれ見てっかじゃ。ペレペン、ちょっと新しいやつか。デレコン出てくんじゃないんだろうな。出てくって行くとあの、シャドウまたどっか行くんじゃないんだろうな。ちょ、それがちょっと怖いんだよ。それがちょっとシャドウの恐ろしいところ。ペレ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 ペン。いろいろありますね。3秒いくから。テリテテン。まあいいんじゃないの。おい、いいですね。サンビーム。お、めっちゃいいじゃん。ハイパーリストあったっけ。ハイパーリストつけてもいいんじゃないかな。ちょっと殴りをさ、なんかどういう条件か。あ、持ってんじゃん。持ってて、これ外したらどうなんだ。まあいいや、ちょっとこれでやってみるか。さあ、このなんか謎の大地をちょっと踏みしめていくかじゃ。バルチャー、ベリベ、鳥が、鳥だ。テテテテ、俺は鳥戦ってんの。おい、シャドウ、お前帰んじゃねえからな、お前。もう絶対帰るんじゃねえぞ。もう許さんからな、3000分たち恐ろしいけど。なるほど。テテテテテ、地味に飛ぼうかな、こう。またこの曲か。またこの曲だ。てんてんてん。部屋を鳴らしていいかん。争いにおいて飲みなのか。まあ、ある意味あるかもしれないな。消しかな。ブレイブリングだっていうな、この謎のまたリングが出てみたな。これ何これ。お、ほー、そうやるか。ペンペン。ペンペンペン。帰るか。